ロシア当局、ワグネル反乱めぐり、軍最高幹部を尋問、拘束中と関係者。四半世紀近くに及ぶプーチン体制にとって最大の脅威となった民間軍事会社ワグネルの反乱をめぐり、ロシア当局は軍最高幹部の一人を尋問した。事情に詳しい関係者によると、セルゲイ・スロビキン副司令官が、ワグネル創設者エフゲニー・プリゴジン氏との関係について、数日にわたり軍検察官の聴取を受けた。副司令官はある場所に拘束されているが、拘置所ではないという。関係者は注意を要する情報を話しているとして匿名を要請した。スロビキン氏56歳は、ワグネルによる24日の反乱が収拾して以来、公の場に姿を現していない。プーチン大統領はこの反乱について、ロシアを内戦の瀬戸際に追いやったと述べていた。プーチン氏は昨年10月、スロビキン氏をウクライナ戦争のロシア軍総司令官に指名。同氏はこの翌月にヘルソン市からのロシア軍撤退を指揮し、今年1月には総司令官がゲラシモフ軍参謀総長に交代されていた。プリゴジン氏は、スロビキン氏の軍事手腕を繰り返し高く評価する一方で、ゲラシモフ氏やショイグ国防相ら他の軍幹部を厳しく批判していた。ワグネルの反乱を受けてスロビキン氏は24日、プリゴジン氏とワグネルに蜂起をやめ、プーチン氏の意思と命令に従うよう呼びかける動画を国防省のテレグラムに投稿した。これ以来、消息を絶っている。インタファクス通信によると、ロシアのペスコフ大統領府報道官は29日の記者会見で、スロビキン氏が解任または拘束されたのかと問われたが、コメントを控え国防省に紹介するよう促したという。ワグネルの乱、早くも米国で取り沙汰され始めたプーチンの後継者。ロシアの核兵器がどうなるのか、それが最大の関心事でした。ロシアの民間軍事会社ワグネルが武装蜂起したとき、米ワシントンの政府関係者は、ロシア政府が保有する核兵器の行方が何よりも気がかりだったという。国防総省の元高官だったエブリン・フォーカス氏は、米メディアの取材に、今回ロシアで内乱があったとき、すべての核施設を責任者がしっかり管理し続けられるかが最も心配だったと述べている。というのも、核兵器が反乱軍の手に渡った場合、地球のかなりの地域を消し去る力が敵方に渡ることを意味するので、米政府関係者は神経を尖らせていた。ただ、ワグネルのエフゲニー・プリゴジン氏の反乱は最後の一線で立ち止まったため、安堵したという。ロシアの核体制に変化はなかった。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、プリゴジンを潰すとまで発言したが、実際は発言の数時間後にプリゴジン氏と取引をして事態の収拾に当たった。今回のワグネルによる反乱劇で見えてきたものがある。それはプーチン氏の政治力が低下してきたのではないかということだ。すでに米政府内で語られ始めているが、ワグネルの台頭を短期間だけだが許してしまったことに将来への憂慮が増した。かつてのプーチン氏であれば短期間でさえこうした反乱は許さなかったはずだ。ニューヨークタイムズ紙も6月27日、プリゴジン氏による短期間の反乱はプーチン氏の権力基盤が就任以来かつてないほど脆弱であることを証明したと書いた。アンソニー・ブリンケン米国務長官は NBC テレビの番組ミート・ザ・プレスに出演して次のように語った。ロシアのファサード、外観に亀裂が入ったと思う。ワグネルがウクライナから出てきて、モスクワに向かったということ自体が異常だ。中略。プーチン氏がこれから数週間、また数ヶ月のうちに対処しなくてはいけない問題がいろいろと浮上してきた。知人の米外交専門家も次のように述べる。
プーチン政権というのはこれまで無敵という認識の上に築かれた独裁政権だった。それが短期間であったにせよ、武装集団によって脅かされた。これはプーチン氏にとっては極度の屈辱に他ならない。今回の反乱は、ロシア国家のゆっくりとした衰退を世界に示すことになったのではないか。プーチン氏は民主主義や市民主義に反する軍事拡張主義を追求してきた。これは強さの表れではなく、絶望の表れと解釈してもいい。米専門家に取材を進めると見えてきたことがある。それはプーチン後の世界がすでに語られていたことである。外交専門家の間では、プーチン氏から次のトップに代替わりをした後、深く危険で予測不可能なロシアになるという事案が取り沙汰されているという。もちろん現段階では予測の域を出ないのだが、欧米諸国だけでなく日本でもプーチン後の世界に備えておく必要があると告げられた。米首都ワシントンに本部を置く欧州政策分析センターセパの安全保障問題を担当するエドワード・ルーカス氏も言う。この点、プーチン後については多くの国で準備ができていないし考えてもいない。我々が直面するジレンマもあるが、今すぐにでも考える必要があるだろう。ロシアとウクライナが1年以上も戦闘状態にある点も考慮する必要がある。戦争が長引けば長引くほど、プーチン政権は弱体化するはずで、何が起きても不思議ではない。ましてや、ウクライナに侵攻してから1年以上を経ているにもかかわらず、プーチン氏は未だにウクライナを掌握できていない。両国の軍事力を総合的に比較したとき、両国には比較にならないほどの開きがあり、ロシアがすでに圧勝していてもおかしくない戦力であることがわかる。例えば、常備兵役と予備役を含めた兵士数は、ロシアが約290万であるのに対し、ウクライナは約110万。戦車等の戦闘車両は、ロシアの約1万6千両に対し、ウクライナは約3300両。戦闘機もロシアの約1400機に対し、ウクライナは約130機といった具合で、ロシアが圧勝していても不思議ではない。今は欧米諸国がウクライナの後ろ盾になっていることもあるが、ロシアの圧勝というシナリオは遠のいた。取材をしていくと、米軍関係者の中から中国の習近平国家主席がプーチン氏にウクライナ戦争を終わらせるように働きかけるべきだとの声もあった。戦争を継続させるということ自体、経済的にも政治的にも大きな負担になるので、ロシアという国家の成長を真に憂慮するのであれば、戦争はすぐにでも終了させた方が得策のはずである。だがプーチン氏にはすぐに戦争を終わらせる意図はなさそうだ。ただもしプーチン氏が政権の座から引きずり下ろされたらどうなるのか。今よりも国際関係はさらに危険が伴った混沌とした状態になることが予想される。プーチン政権よりも残忍で、抑制の効かない強硬派に取って代わられる可能性もあるとの見方もあり、ウクライナ戦争がさらに長期化する可能性もある。南東部で最大 1.5 キロ前進に成功、ウクライナ軍の反攻作戦。ロシアへの反攻作戦を続けるウクライナのマリャル国防次官は29日、交流サイト SNS を通じ、南部ザポロジエ州方面でウクライナ軍がアゾフ海沿岸の港湾都市ベルジャンスク方向に 1.3 キロ前進したほか、東部ドネツク州バフムト方面でもウクライナ軍が 1.5 キロの前進に成功したと明らかにした。ウクライナメディアによると、ウクライナ軍幹部もバフムト周辺で同国軍が防御から攻勢に転じていると説明。ロシア軍が制圧を宣言したバフムト市内でも戦闘が起きているとした。一方、ロシア国防省は29日、ドネツク州やザポロジエ州などでウクライナ軍を撃退し多数の損害を与えたと主張した。ウクライナ軍はザポロジエ州方面での反攻で、
アゾフ海沿岸地域の主要都市ベルジャンスクやメリトポリを奪還し、ロシアの支配下にある南部クリミア半島とロシア本土を結ぶ陸の回廊を寸断することで、ロシア軍の補給を困難にし、隣接するヘルソン州などのロシア占領地域の解放につなげる戦略だとみられている。ウクライナ軍はバフムト方面でも攻勢を強化。ロシア軍が狙うドネツク州全域の制圧を阻止する構えだ。